各保有国な o の核共有国 NPT の未比較、兵器地帯モンゴル比較地帯モンゴル比較地帯は、モンゴル国一国による比較兵器地帯である。1992年にモンゴルがモンゴルの比較兵器地帯化を宣言し、1998年に国連総会決議で比較兵器国の地位として国際的に承認された。 より正確にはそれぞれ、モンゴル非核兵器国宣言、モンゴル非核兵器地位などとも訳される。1992年に、モンゴルのオチルバト大統領は、モンゴルが一国非核兵器地帯となることを求めると宣言した。同年には、最後のロシア陸軍がモンゴルから撤退し、モンゴルは、自らの地政学上の変化と中立国となる機会を察知した。 比較兵器地帯となる動機は、モンゴルの隣国で核保有国でもあるロシア連邦及び中華人民共和国や世界の広範なコミュニティによっても歓迎され、反対はごく一部であった。従来比較地帯は複数の国で構成されてきたため、モンゴルの一国比較地帯は注目された。なお1974年12月9日の 国際連合総会決議3261回では、非核兵器地帯の設立は、複数の国や地域のグループだけでなく、少数の国、さらには、個々の国々も行えるとしている。モンゴルは、国際連合に、国際的承認を働きかけ、1998年12月4日には、国際連合総会決議53、77D、 モンゴル国の国際的安全保障と比較地位によってモンゴルの比較保有国としての地位は国際的にも承認された。党決議では国際連合は核保有国を含む国際連合加盟国にモンゴルの比較地帯の強化と必要な処置を要請している。なお無投票採択であったが日本は賛成を表明した。モンゴルは目標を達成し、 さらに次の計画に着手した。二千年二月二十八日に、モンゴルの中アメリカ大使のジャガル裁判エンク裁判は、モンゴルの国内法である、非核法、モンゴルの非核兵器地位に関する法律の概要を公開した。これは、モンゴル国内での核兵器の製造、保有、配備、通貨も禁止するもので、この段階になれば、モンゴルの国際的な非核兵器国の地位は、 完全となる。同じ2000年10月には国際連合総会第一委員会で核保有国でもある5大国が共同声明であるモンゴルに協力する制約の再確認を発表し11月には国際連合総会で歓迎決議が採択された。第57回国連総会第一位関係決議の採択結果引く外務省 ローオブモンゴリアオンイッツニュークリアウェポンフリーステータスアーカイブド2012年3月31日アットザウェイバックマシンありがとうございます